はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、コンプリートセレクションモディフィケーションデオンベルト&ケータロスでございます。ということで、プレ版からですね、ようやくうちにも届きましたね。いや、待ちに待ったね。うわ、お、ちょうどこんなところにはアホズラしたやつがいやがったな。アホズラとはなんだよ。ちょうどいい。俺、30。今日はよ、俺がこの天王ベルトを開封するぜ。楽しみに待ってるんだな。まあ、俺は最初から最後までクライマックスだからよ。うら、行くぜ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 。うわー、かっこいい箱じゃねえか、これは。じゃあ早速開けていくとしよう。お、どうなってんだ箱。おお、なかなかの二重構造だな。説明書と、おお、ケータロスだな。それとこの辺はよくわかんねえよ。おお、そしてこれが電王ベルトだ。早速開けてみよう。何やら少し重いな。テープが至るとこにあって剥がしにくいんだよ。おお、おお、ということで、これが電王ベルトだ。素晴らしいクオリティじゃねえか。コンセルのベルトは初めて買ったんで、ちょっと驚いてる。そしてこれがライダーパスだ。デラックス版に比べて明らかに違うな。素晴らしいクオリティだ。ライダーチケットも入っていたぞ。これがブランクだな。そしてこれがモモタロス、ブラタロス、キンタロス、リュータロス、最後に桜の紋章だ。カードは相変わらずこの部分から挿入するみたいだ。これはなかなか斜めでいつも入れにくい。電源を入れてみるとしよう。ちょっとこっちをつけてみようか。鳴らしてみようか。すげー、効果音までバッチリ入ってる。すごい。おっとっとっと、すごいな、これは。よくできてるじゃないか。ではロッドフォーム。いいね、いいね。アックスフォーム。ガンフォーム。ちなみにイマジンモードってスイッチがあるんだから、やってみよう。変わらないが、音が変わるのかな。これはすごい、すごい。俺の必殺技パート2。うう、次は亀野郎だ。
次はアクスホーム行ってみよう。いいね。おりゃーフルチャージ。ダイナミックチョップ、ガンポーン。倒すけどいいよね。答えは聞いてない。最後いくよ。いい？答えは聞いてない。フルチャージ。やったー、わーいわーい。ちなみにボタンを長押しするとイマジンが喋るみたいだぜ。涼太郎、次は亀野郎だ。僕の出番かな。変身。次は金太郎っす。与太郎、ここは俺に任しとき。変身。次は龍太郎っすだ。龍太郎、僕にやらせてよ。変身。ちなみに変身した後でそれぞれのボタンを押すとセリフが流れるみたいだぜ。やってみるか。ね、これは言葉の裏には針千本、千の偽り万の嘘。それでもいいなら僕に釣られてみる。人生を面白くするのは千の真実より一つの嘘だよ。ごまかして嘘ついて偽ってこその人生だよ。良太郎にそれを教えるのが僕の役目だ。俺の強さにお前が泣いた。生きがるだけの強さなら俺には語れへん。強さにもランクがあってな。俺の強さは泣けるで。涙はこれで拭いとけ。お前倒すけどいいよね。答えは聞いてない。見つかっちゃった。僕のこと好きになってくれるよね。などなどかなりの音声が入っている。これは全部紹介するのはちょっと難しいかな。ライブ配信とかでやって流すかもしれないな。小僧、とっとと俺に代われ。なあ、何すんだよ、桃太郎のバカ。今のは乱入憑依ってやつだな。25秒間放っておくと勝手に別のイマジンが憑依してくるらしい。面白い仕組みじゃないか。びっくりしたよ。何事かと思った。これがケイトロスだな。メタリックなレッドでいい感じじゃないか。そしてこの辺の音声も鳴るのかな。おっと、おっ、なるほど。あー、これはいけないやつだな。著作権的にいけないやつだな。あ、これは着信音だな。他にも言う。涼太郎、女の子のことなら僕に任せてよ。なるほど、イマジンがこうやって喋るんだな。クライマックスホームにするには369のシャープの電話だ。お、これだ、これこれ。そしたらここにセット、ここもセットさせて、角が出たな。そしてこのボタンを押して、
素晴らしいね。そんなわけでこのコンセルのデオンベルト、大人の俺でも余裕でセットできるぜ。お腹が出てても大丈夫だ。変身。他にも一応ジデオバックリやライダーパスのジデオがついてきたが、正直よくわかんない。この辺はもうちょっと遊んでから動画にしたいと思う。そんなわけで今回はコンセルの電王ベルトを紹介してみた。いやー正直ね、クオリティが高くて買ってよかったなと本当に思っている。最後にもう一度変身して終わりにしよう。変身。そんなわけで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いするぜ。それとぜひお友達にも教えてあげてくれ。それとチャンネル登録もよろしく。ということで今回は以上にしたいと思う。バイバイ。そのうちまた会おう。さらばだ。